テア君、ブライトンとユニオンが提携していて、ユニオンに町田いるから頑張ってほしいけど、ハードル高いですよね。町田、ブライトン対アーセナルの試合、スタジアム見に来て。あ、そうなんだ。左利きのね、センターバックってところではね、町田。日本にいた時の印象だとね、ブライトンでやれるような選手には見えないけど。荒木亮太郎に関しては、前見た時はなんか腰の怪我がえぐいって話聞きましたけど、今どうなんですか？